知りたいだって。サプライズに取っておきたかったんだけど、まあいいや。これは僕自ら練習している歌劇なんだ。内容はたくさんの人が集まり、とある大切な人を祝うというものさ。もう分かっただろ。だからさ、絶対に来ておくれよ。今日はめでたい日だ。なぜなら風の加護を受けた君の誕生日だからだ。誕生日なんだからゆっくり休むといい。ハッピーバースデーチューユー。ハッピー、失礼を許してくれ。このプレゼント気に入ってくれたかな。誕生日だと知って新しい詩歌を書いたでござるよ。ただあまり心得がなく、何日もかけて途中までしか思いつかなかった。とりあえずこれをお主に送ろう。歳月や雲の赴く誕生日。待った、何か思いついたでござる。続きは祝いの日には異教の友と。どうであろうか。誕生日おめでとう。今日は一緒に甘味でも食べに行こうではないか。